画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。本日はデッドバイデイライトスピリットの方をプレイしていきたいと思います。このスピリットですね、私の動画ではキラーでねプレイするのは初となります。使用機会もね、私最初にこれレベル1でやった時と、この前の試合ね、前の儀式で一回やって、その時は2人生贄だったんですけども、なんとかね3人以上ね、生贄に捧げて、めでたく動画に上げようという感じでねやっていきたいと思います。今回ね、このスピリット山岡凛はね、結構強いキラーなんで、その代わりね操作難しいんですけど、練習いっぱいしていきたいなと、これからね。パークもある程度揃ってきたんで、山岡凛の、特殊能力、このフェイズウォーク、山岡のたたりですね。早く走ることができると。ただし、その生存者の姿とかは、見えないんですけども、こうやってね、足跡とかを追ってね、こうやってこう、スッとね、切ることができると。生存者の姿と足跡が見えない。だけども、足跡は見えるわ。血の跡がね、見えない、基本的にはね。なので、足跡をね、追っていくという感じになりますね。素直に出ていこう。ここら辺いたよね。いた、ねや。降りたか。スマチャグですね。あれは。そんなね。私には通用しない。あれね、意外とね。見れないと思いがちなんですが、その中でも、その中でも何の話だっけ、違う、山岡の話だ。山岡は、山岡凛ちゃんはね、身長が、低い。キラーなのでね、見やすい方なんじゃないかなと。ね、思います。ストライク持ってる。持っててもいいや。ね、可愛い声で泣くでしょ。ねえ、何のためのストライクだって話なんですけど、でもね、この人を処刑してしまうとね、今回のこの、左側の、待って、怨恨というパーク、あれがね、腐ってしまう。よいしょと、ね、山岡こういうこともできるんです。非常に優秀なキラー。あ、
ジェーン、お亡くなりですね。え、待ってくれ、まだ発電機残ってるじゃん、5台も。めちゃくちゃいいペースで消費できてるね、生存者を。あいつ、あのなんか空見上げてほうけてた人、こっちだ。すまんな、エンコンというパークでね、これほか、あのいろんな生存者を見ることができる、発電機がつくたびに。ちょっとまああれ様子見に行ってみましょう。呪いのトーテム、うん、さあこれ動画にできそうですね。いたね、誰、ネアか、ネアと違う、デイビッド。一発切るとね、結構難易度が下がるんですよね、作敵の難易度がね。素直に逃げたか。で山岡凛は、倒したな。うまい回り方してる。待って、これトンプソンハウスの2階に誰か行ってるやろ。うん、よく見れてた。スマチャクのご利用ありがとうございますって感じですね。で多分あの丘の奥に逃げてるでしょ。違うかったね。うん、いやしかしこれ山岡3プレイみたいに4キルできたらすごいいい感じなんじゃないだろうか。間に合うか、間に合うよね、さすがにね。で今回ねちょっと発動しなかったんですけども、まあしまった、まあね、霊障の地というパークまだ発動してないだけかもしれないけどね。霊障の地というパークがありまして、まあ、さっき説明したっけ、2つのトーテムが生成される。で片一方壊すと、まあとんでもないことになるっていうね、まあ、すごい漠然と。デビット気づかなかったか。で山岡凛は、まあ、パッシブフェイシングの代わりに足遅いです、普段のね。まあ、説明したかもしれませんが、こうやってね、まあハグと同じスピード、え、なんで、で今霊障の地破壊したでしょ、だから今、ワンパンモードなんで、これつってネアですか、ネアのがバベチリに移れば、移れば勝ちだったんだが、移らないので私勝ちじゃないですね。ただ向こうの小屋のロッカー付近にはいると思う。壊れたのこっちのトーテムでしょ。うん、のトーテムですわね。まあこれほぼ3キロは確定なんで、動画には確実になるでしょうね。さあ救いに行ってるかな。
愛しのデイビッドのことを救いに行ってないね。ちょっとじゃあ発電機巡りしましょうか。うん、救われたね。いいタイミングですね。フェイズウォークの、まあ、タイマーがなくなって、さあちょっと割っときましょうか。ここね、結構強い板で、どうせ私これ3キルはほぼ確定なんで、まあ残り2つの状態にして、残り板2つの状態にしてね、まあやるっていうのもありですけど、ハウスに逃げ込んだね。うん、そのまま素直に逃げるか。これでニアのところまで連れて行ってくんないかな。ニア回復しましたね。倒す。うん、あっち逃げられたね。トンプソンハウスの奥かな。うん、難しいね、この駒張りを利かすっていうの。よし、これがねフェイズウォーク叩きですよ。あっちにしましょう。こっちにね、まあバベチリに移るかもしれないんで。よいしょと。移らんね。まあハッチゲームなんで、まあネアがね、まあ、逃げてもまあしょうがない。ハッチ探し。ハッチの音はね多分聞こえると思う。おそらくこっちの方。うん、すごい勘で走ってるけども、ないな。どこだろう。ああ、逃げられましたね。まあしょうがない、まあ、でも、まあ、この山岡凛の強さ、発電機キャッチがね割と容易にできちゃうっていうのとね、まあ、あの高速で巡回できると、いうので、まあ、かなり強いキラーですよと。二次金金金ですね。はい、というわけで山岡3プレイ目にしてね、まあ、ここまでうまくいくとは思いませんでしたが、なんとか3人倒すことができたと。まあ、残りの1人はね8脱出しましたけど、でまあ、今回パーク構成バーベキュー&チリ、霊障の地怨恨、そしてね、まあ、ノーワン使えなかったんですけども、まあ、こんな感じのパーク構成で、で、まあ、山岡のたたりというね特殊能力フェイズウォークですねを使うことができたと。でアドオンに関しては、リンの壊れた腕時計、回復速度の上昇、そして、草履、山岡のたたりの移動速度上昇のアドオンを、ね、使っていきました。まあ、このね、まあ、アンコモンとかコモンとかのね、低いレア度のアドオンでもまあ十分戦えるキラーですよというね、まあ、それだけでもね、かなり強いキラーだということがね、まあ、わかると思います。というわけでご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。